嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。ということでやってまいりました、 ST 都市伝説のコーナー。よいしょー、キレくんの ST 館だから ST 館なんでやん。アップルについての都市伝説です。スティーブジャブズ、まさにそれです。そうなの、今日これでいくからね。絡みづらい、すごく絡みづらいでしょ。めっちゃ絡みづらいわ。全部これでいくからね。あーとしてもスタンプかなんかラインスタンプやな。先ほども言ったようにスティーブジャブズがね最高責任者だったけど、今誰が最高責任者か知ってますか。これはちょっとすいません。ありがとうございます。当ててくれや。スティーブダジョブズ、ちげえ。スティーブダ、お前レオナルド・ダ・ヴィンチみたいな。サが入ればいいもんじゃね。お笑い芸人日本のね、ティム・トック。TikTok じゃねえよ。TikTok 俺じゃねえんだよこれ。あんまり知らないでしょ。まあまあ知らないよ。あんまり知らないんだけど、めちゃめちゃ実力持ってる人なのよこれを。そう、現にスティーブ・ジョブズが最高責任者。 TikTok すなよ。スティーブ・ジョブズが最高責任者だった時よりもティム・トックが最高責任者になってから売り上げがこれ爆上がりしてるんですよ。おー、すごい。だからすごい人なんですよ。すごい。ティム・トックがアップルウォッチっていうのを発明したんだ、したわけなんだけど、アイウォッチ、アイウォッチじゃねえよ。岡山のジジイてめえ。このアップルウォッチを発明したんだけど、はい、それ以前まで、うん、iPod とか iPhone とか、うん、全部 i がついてたわけ。確かに。だからやっぱり i ってつくやつやろう。まあ確かにそれは普通に疑問なことだと思います。なんで急にアップルがついたのかっていう、うん、スティーブ・ジョブズが亡くなる時にティム・トックすごいジョブズを尊敬してたから、うん、この自分の臓器を差し出してでも直してあげたいっていう思いでいったのよ。すごい。ティム・トックはこれを機に不老不死を考えようと。でそこで、はい、まあ、アップルウォッチ開発したわけなんだけども、俺アップローチあるよ。ああ、じゃあちょっとアップローチ見せて。色がお前ローズゴールド、50代のババアが好きそうなやつ。そう、50代のババアのメガネケースみたいな。これなんと体温計を測ることができたりとか、はいはい、心拍数を測ることができたりとか、うん、ヘルスケアっていう機能があって、ほうほうほう、その人の安全とか健康に関わるサポートとかのアプリとかもいっぱいあるわけだから、ゆくゆくは不老不死をこう目指すためのこの機能とかも備わるんじゃないかって言われてるわけなんです。アップルのロゴに注目してもらいたいんだけどね。こうかじられたリンゴみたいな形してるでしょこれ、はいはいはい、アダムとイブが禁断のゴールデンアップルをかじってしまい不老不死になるっていう神話があるわけ。あ、禁断の果実っていうのはそっから来てるって言いますからね。そうやっぱそういうのを目標にしてるっていうのはあるんだよね。あー、なるほど。またリンゴがかじられたような形になっているのはパソコンの容量を表す単位のバイトが永遠にかじるになっていて、これを引っ掛けたと言われていたり、リンゴはキリスト教関係ではアダムとイブの知恵の実の象徴で、パソコンを現代の知恵の実にしたという意味ではないかと言われている。スティーブ・ジョブズっていうのは iPhone、iPod、 もう偉大な発明を今までめちゃめちゃしてきたと。いや欠かせないもんね。ジョブズが亡くなる直前にね、これ以上に世界を揺るがすアイデア思いついたと。でもそれは結局誰にも伝えられずに亡くなってしまったわけよ、うん、あら、ジョブズのアイデアノートみたいなものを必死に探したんだって。しばらく探してるうちに金庫が見つかったわけ。金庫、この金庫に隠されてるぞと。やばいこれは。でまあ話はちょっと変わりまして、はい、iPhone って今さ指紋認証があるでしょ。ある、まあ、その指紋認証ってセキュリティの向上を目的としたもの。うん、まあそうね、うん、と表向きではされています。なんだ違うの。ああ、わかりましたわ。これがセキュリティじゃなくて、うん、iPhone の中に君たちの指紋取られてますよ。70点。あ、70点。70点です。反応しづらい。取った指紋のデータを採集しているんではないかと。いやだから言うてるやんそれ。そうだからそこまでは合ってます。あら、ジョブズの金庫を開ける鍵が指紋認証なんですよ。あら、この指紋認証はジョブズの指紋なわけ。うわ、だからもうジョブズはもう亡くなってるからこれもう取れないんですよ。開かずのまーな、ね、ロケランとかで。まあそういう作戦もあったよ。でも爆発とかで開けちゃうと、もしかしたらアイデアノートがあった場合もう全部パーになっちゃう。まあ、そうね、その危険もあるね。確かに。うわ、どうしようどうしようってなった時に、指紋っていうのはその人だけのもんっていうイメージあんじゃん、うん、まあそうですよ、うん、だけど100万分の1の確率で指紋が一致する時があるんですよ。する人がいる。そう、えだからジョブズの指紋がないでしょ今なくなってね、はい、うん、だから今
iPhone に指紋認証を取り入れて、世界中の iPhone ユーザーの指紋を集めて100万分の1を見つけようとしてる。そう、それを見つけようとしてるっていう裏の作戦があったわけです。すごいな。だから俺らが今何気なくこう iPhone のこう指紋認証してるけど、これどん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 データとして取られてるわけ。うわ、都市伝説やな。そう、これすごいよ。まあ、Apple がこれからもうすごい偉大な発明をした瞬間っていうのは、もしかしたら世界中の誰かの指紋が一致した瞬間なのかもしれない。うわー、なるほど。皆さんが何気なく iPhone をねこう購入したりとか指紋認証をするってなった時は、はい、もう数日間は一人きりでいると、 Apple の裏の人間たちがあなたを探りに来るかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。うわー、どうせ恋なんてこの一歩が来る。